皆さんこんにちは。プラモデル大好きけん玉お兄さんホームラン一郎でございます。お世話になっております。さあ今回はですね、新しいネタというわけでもございません。以前に作りましたこの SD マクロスでございます。 SD マクロスバルキリースペシャルセット1の以前はこの VF1S フォッカーさんのストライクバルキリーと、そしてこちらちょっと入りきらないな、VF1A スーパーバルキリー作りました。でまだこの2つ VF1J1 乗機のアーマードバルキリーとエリントシーカーバルキリー作ってませんでしたのでね、この残りの2体をね一気に作って塗装しちゃって皆様にお見せしたいと思います。組み立て工程は以前と全く同じなので省略いたします。今回もレンズの部分、顔の目の部分ですね、そこにはシールを貼った上に UV レジンを流し込んで少しでもレンズっぽく見せれるように私なりのこだわりを詰め込ませていただきました。アーマードバルキリー、そしてエリントシーカーバルキリー完成いたしました。ぐるっと一周見ていただきたいと思います。今回も部分塗装と墨入れでやらせていただいております。こちらエリントシーカーバルキリーですね。他のバルキリーとはちょっと違ったこのレドームがついた形ですね。そしてアーマードバルキリーです。 SD でもやはりこのごっつい感じがかっこいいですね。で、アーマードパーツを外した VF1J バルキリーです。こちらも本当にまさに一乗機といった感じです。とてもスタイリッシュでかっこいいですね。みんな大好きガオーク携帯。そしてファイター携帯ですね。SD でもここまでの再現度って本当すごいですよね。こちらはエリントシーカーバルキリーのガウォークモードです。ちゃんと重心を保ってバランスよく立っております。そしてエリントシーカーバルキリーのファイターモードです。以前作った VF1S、 そして VF1ASD マクロスバルキリースペシャルセットの4体やっと揃えることができました。ありがとうございました。最後までご覧いただき本当に感謝です。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録お待ちしております。